この危険サイト google.com には絶対アクセスしないでください。感染する可能性があるからです。今回は仮想 OS でアクセスしますが、メイン PC、学校の PC、他人の PC などの PC にはアクセスしないでください。こちらのチャンネルでは一切責任を負いません。自己責任でお願いします。やる場合は、自己責任でお願いします。もう少しお待ちください。皆さんは google.com をご存知でしょうか？昔あったな。このウイルスは一度でもアクセスすると破壊し尽くされてしまいます。セキュリティソフトでは感知しきれないほど出てくるのであまり効果が期待できません。XP 時代に流行していたウイルスが今でもありますが、どうなっているのでしょうか？今回はそれを見ていきたいと思います。今から Google を見ようかな。google.com じゃなくて google.com 入れたけどまあいいや。なんだエラーか。感染した？マリサエラーかウイルスどっちだと思う？ポップアップが出ているー。霊夢、ウイルスだよ。後で実際に会った人の映像があるからそれ見て。google.com とはクリックするとポップにウイルスがついているのでどんどん PC に入れられ、システムを破壊するウイルスです。一度でもアクセスしたらその時点で破壊が始まっています。ウェブから感染するのでとても怖いウイルスです。マリサ、どうなるの？霊夢、今から止めても手遅れなんだよ。今から実際に会った様子を見てみよう。ポップアップがたくさん出てきて勝手にインストールすることがあるんだぜ。この映像は2020年にアクセスしてみた映像です。前みたいにポップアップが出ていません。この環境は Windows 7です。さっきのは Windows XP でした。メガデカー。気持ち悪い。でも、これがウイルスサイト？そうです。今まで数えきれないほど消されていました。今のところは何もなく、サイトが出るだけでした。でも、基本的にアクセスは禁物。ここから重要。ラズベリー PC、Windows PC チャンネルからのお願い。むやみにこのウイルスサイトにアクセスしないでください。自分が試したい場合は自己責任でやってください。学校の PC など自分のもの以外で試さないでください。電子計算機損壊盗用無妨害罪の罪に問われる可能性があります。くれぐれもしないように。今回は昔は流行ったウイルスが今どうなっているのか気になったので見てみました。くれぐれも皆さんはアクセスしない方がいいと思います。やる場合は自己責任でよろしくお願いします。電子計算機損壊等業務妨害罪の罪に問われるようなことがないように自分の PC 以外ではしないようにしましょう。高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。続きがありますのでお待ちください。ゆっくり霊夢、よくわかった？よくわかったよ。私の説明が良かったんだな。